おはようございます。マルコメおみやです。毎日のリアルなお弁当作りをお届けしようと思ってカメラを回したんですけども、もう早速頭抱えるみんなの顔が目に浮かぶこの惨状。私の弁当作りはどちらかしっぱなしの台所をどうにかするところから始まります。ブーじゃねえんだわ。爽やかさなど皆無、まるでハグリッドな主婦がお送りする月曜の朝。まず取り出したのは人参と玉ねぎ、ほんでパプリカ。積極的に野菜を取らせようとするのがおかんの性であり、それゆえ子供から疎まれてしまうのもまた悲しき性である。先日ミートボールを作った際、ここぞとばかりに大量の玉ねぎを入れたところ、ミートボール嫌いになったと5歳児に言わせてしまうほどトラウマを植え付けたらしく、あれ以来うちの息子とミートボールは共演 NG となりました。我が子から好物を一つ奪ってしまった罪深きハグリッド、今日はほどほどの量を意識して作っていきたいと思います。息子はピーマン苦手マンなので、ピーマンの代打としてパプリカをまな板に投板させました。ごま油で鶏ひき肉を炒めまして、本日はガパオ弁当としゃれ込みます。え、あ、おはよう。5時半想定より早い坊やの起床。いつからだろうか、突如息子に訪れた早起きへの憧れ。母としてはそんな憧れより睡眠の方をしっかりとってほしいのですが、早起きしたいという気持ちから謎の起床時間コントロール能力を身につけ、5時台に起きてくることも珍しくないです。起きちまったもんは仕方ないので、片手間に息子の相手をしながら残りのお弁当作り適当にやっつけていきます。このカチンコチンに凍ってる三角形はチーズとささみと大葉を春巻きの皮で包んだもので、お弁当用に作り置きしていました。息子の朝食ハッシュドポテトと一緒に仲良く揚げられてください。ここ奥で洗濯物を畳んでいたおとんが息子の朝食作りをサポートしてくれていました。できた。のんきにやってきましたが、旦那の出発時間が迫ってきました。くしくもハート型に潰れた君に何とも言えないむずがゆさを感じ、畳んで隠蔽。よしよし。ここで満を持して登場したのはみんな大好きガリボソ弁当箱。相変わらずの細いボディですが、パンパンに詰め込んでいきます。殻入ってるかも。よくかんで。わかんない。入ってるかもしれないし。入ってないかも。入ってないかもしれない。それはあなたし。いや、見てみよう。俺次第じゃない。お父さんのお弁当がパウンベストやつや。ね、嬉しいね。嬉しいことだし。なんかごめんなすって。嬉しいガパオ弁当に卵の殻が入ってませんように。あとは作り置きのおかずを使って隙間を埋めて終わりにします。旦那のお弁当箱だけ先に用意しました。続いて息子のお弁当を詰めたら、本日のおかんの朝の営業は終了です。お疲れ様でした。ちなみに余った分はおかんの朝食になりがち。いきなりうざいテンションで失礼しました。実はこのシーンだけ撮り直してます。データが一部ぶっ飛びまして、失意のやけくそハイテンション。次のカットから元のデータに戻るので、何事もなかったかのようにお楽しみください。やば、このブラシがない。
ごま油って言ったつもりだったんですが、頭が回ってなかったみたいです。小松菜の茎の部分をふりかけにすると喜んで食べてくれるので、なんちゃらの一つ覚えで、うちはこればっかり作ってます。お次はホットケーキミックスを使ってミニアメリカンドッグを作るんですが、先に言っておきます、めちゃくちゃ失敗します。わからん。いつも通りのレシピで作ったのに何がいけなかったんでしょう。家族みんな大好きなミニアメリカンドッグですが、作るのは正直めんどくせえでございます。ウインナーにまとわりつかせるのもめんどくせえですし、衣が余るのもおだるございます。あち。極めつけはドロドロのボールを洗うあの煩わしさと油の処理で白目ふかひでございます。でも家族の喜ぶ顔が見たいから、おかんは頑張った。結果こうなった。なんで？なんで？なんで？やだ、ほんとこんなの。ほら、顔にしちゃう？トイプ。旦那の必死のフォローの言葉、トイプードル。わあ。全部の衣がベロ剥がれという悲惨な状況。これを打開する術はただ一つ、顔を描くことです。できた。何これ。あギャンブルでボロ負けしてそうな芸人の顔。これ見て。何これ。何だと思う。宇宙人宇宙人今日食べてくれる。うん、宇宙人だってさ。余ったやつは朝ごはん。余ったホットケーキミックスの液は適当に焼いて後で食べます。こう見えて結構落ち込んでいるので、もう卵焼いて終わらせます。ちなみに今日は旦那が在宅なので、息子の分の弁当だけ作っています。あとは冷凍の作り置きに頼って隙間を埋めていきます。肉団子とか入れたら食べる？肉団子は相変わらず共演 NG でした。肉団子から飛び火して、最近はハンバーグも嫌がるようになりました。もうあんな玉ねぎ爆竹しないんで、どうか食べてほしいと思っても時すでに遅し。本当はたくさん作り置きした肉団子を投下したかったのですが、今日はやめときます。できた。完成。例の余ったホットケーキミックスは、余った小松菜の葉っぱとベーコンと一緒に焼いてゴリ押しサンドに仕上げました。本当なんだこれ。大ピンチズか。中だるみの水曜日、食材すら買ってなかったので、今日は作り置きパーティーです。多めに作ったお弁当のおかずは冷凍してこういう時に役立てます。あとはもうブロッコリーでも詰め込んでおきます。なぜならば今日はとってもやる気がない。ご飯も炊いていなかったので、冷凍していたご飯のお世話になります。
こういう時は鮭焼いただけでも偉い。ベストマザー賞受賞。作り置きの唐揚げと大学芋で隙間を埋め、ブロッコリーで緑化計画。もう一品入りそうなので、スペシャルゲストにお越しいただきました。今日はこれにて終了。なんかきっしょい二人羽織でスタートした木曜日の朝ですが、今日はサンドイッチ弁当を作っていきます。サンドイッチ用のパンはないので、今日のところは8枚切りで勘弁願います。社会に出て働いているわけではない自分にとって、毎朝の弁当作りは自分なんかやってるっす感を満たしてくれる貴重な作業です。相変わらず食材からは好かれていませんが、お弁当作りはやりがいを感じられるので結構好きです。堀西のスパイスでちょっと味をシャキッとさせてみました。余った具は余ったパンにのせて、おかんが朝食にいただきます。これで寝かせておこう。きっとサンドイッチも二度寝できて喜んでることでしょう。今日もパプリカに登場してもらい、肉巻きを作ることにします。肉巻きを焼いている間に寝かせていたサンドイッチを叩き起こしました。今日はもう気力がなくなってきたので、この肉巻きが終わったら、あとは冷凍の作り置きで隙間を埋めておきます。最近よくわからんけど、旦那が何かの勉強を頑張っているので、特別にいちごちゃんを入れときます。これ食べて頑張ってもらいましょう。何の勉強かわからんけど、うん、できた。息子も毎日手をカサカサにしながら頑張ってたくさん遊んできています。微妙な隙間が。ここでもう一品頑張ろうと思わないのがこのおかんであります。やつを呼ぶか。困った時には彼を召喚しておけば間違いない。突然みちみちのスペースに押し込まれ、戸惑い顔なのはさておき、これにて息子のお弁当も完成です。朝起きたら頭が正方形だったので、タオルで押さえつけてるところです。野菜泥棒にしか見えませんが、今日も元気にやっていきます。お弁当の主食は基本ご飯ですが、10分の1くらいの確率で麺が出現することがあります。そんなレアなメニューの発生条件はおかんの気まぐれ。間違えて2パック買ってしまったトマトを消費したいという理由もありますし、いつまでもなくならないマッシュルームを消費したいという理由もあり、気づいたら具沢山の予感。それでは、かしこみかしこみ。お弁当パスタは食べやすく半分にしていますが、毎回爽快に弾け飛びます。パスタ同士がくっつかないように
オリーブオイル巻いて仲たがいさせときます。それでは焼いてまいります。おはよう。今日もセルフ早起きを決めてきた息子がお手伝いをしてくれてます。昨晩エビフライを仕込んでおいたので使う分だけ揚げます。今日はまだ時間があるので冷蔵庫にある消費したいさつまいももさばいていきます。芋を水にさらしている間にエビフライの検食タイム。せっかく油が温まってるので素揚げにして大学芋にします。ということでこれにて今週のお弁当作りは終了です。やる気がある時もあればない時もありますが、まあまたぼちぼちとやっていきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。